まあ、オルガまで遡ったところで、オルガっていつの存在なんか、この今の担当時が分かってないねんけど、杉田水脈さんのこともっとちゃんとやるのかな、杉田水脈さんは。で、結局その、杉田水脈さんっていう人になるよと、次は、つまりだいぶ落ちようわ。って言われたわけね、アスカ。で、どんな人って、とりあえずついてみてって、まず調べんねん。実際に結婚する前に。それも一種の結婚やねん。花嫁って言うべきかな。で、実際の戸籍とか、あるいは、いろんな、神式、仏式、神社とか、あるいは、教会式とかいろんなあるやんか、神社とかな。そういう結婚式と、その後の結婚披露宴、結婚式場の会場のな、披露宴会場とか、そんなんとは別にまた結婚という定義は、魔術的にあるし、ヨハネ黙示録に書かれた結婚かな、花嫁ね。っていうのは魔術的な意味かな。その現実のその、現実感の結婚じゃないよ。だって、ああいう書物はそんなものは書かないのか。実はね。遺伝子の話、ラグナログもそう。ヨハネ黙示録もそう。遺伝子っていうのも遺伝子、浮遊遺伝子そのものよ。しかも一本で飛んでるの。日本で飛んでる遺伝子はまあ稀にしかおらない。それは、女性天使って言われる。ガブリエルはそうやったって言われるけど、ガブリエルももともと一本やったけど、もう一本運んでたっていうね。その時だけ女性になってるっていうことです。実はね。いや、詳しいやろ？ごめんごめん。で、じゃあ結局杉田水脈さんとその尼との関係は、加藤飛鳥の時に杉田水脈さんが彼氏やってるの。メッチしてて、第4中だな。だから大宇宙っていうか、偶数宇宙で相手見つける宇宙やった気がするね。で、大宇宙が本、あーと、奇数宇宙が本ちゃんと。で、じゃあこの人がいいわって最初に決めたのは杉田水脈さん。そうだったの？杉田水脈やったかな？まあまあいいや。俊二。なんたら俊二か、俊二？で、今回のうちの相棒じゃない、ジュリーやけど、シュリーって言ってたかな、そんなこと。スリーっていう、なんか、やたら人気のある、男性歌手がおって、セリーとかで違ったな、シュリーって。で、そのシュリーと同じものだったかなっていう感じかな。沖縄、何回か、どっちかと鶴田さんの顔も思い出せるけど、いろんな次元があるから、大音痴かって、ジュリーの顔のバージョンもあるの。それがイエス・キリスト。って言われてるけど、イエス・キリストってめっちゃ古い、その名号でね。名号やな、あれ。つまり、称号やな、あれ。いろんな人が、称号を演じてるけど、いつもイエス・キリストの役やって殺されたことあるし、初代イエス・キリストとうちって言われてる。実は。でも、それはね、あれで、ウェアースの、そもそもそのあれをされてるね、移植？生殖細胞移植、杉田イエスな。杉田ミルの方やがって。その経験もあるよ。だってそれは入れ替わってるもん。だけど、どっちが先なのか思い出されへんや、実は。で、その思い出されへん方が本人みたいな。まあ本人みたいな。さすがのこの状態だったら自分は思い出せるからな。で、だから君の親友たちみんなイエスキリストやってんねん。そうやないと親友なられへん。それであとは、君の手、間に行ってんねん。で、あとはあれや。結局、ウェアースの状態、33歳しっかり。ウェアースの方が、その言い方おかしいな。だから、生殖細胞移植された方が33歳で死ぬ。それが、イエス・キリストは33歳で死ぬ気で。で、本当に移植手術、男性器の移植手術された次元は、別に長生きするけど、それでも本来の寿命から見た短いな。そんなことしていいんかって言われたけど、そうやと、守られへんの、この人。この人たちは守る。で、結局、男性器を切除したら、まあ、やれやれよかった。ちょっと寝るわ、ずーっと。まあ、男子から見たぐうたら生活が始まるから、一向に物語書いてくれへんねん。自分のことやろうって、そうそう、杉田水脈も、ひとしの権限だし、オーディの権限でもあるし、ケタイの、化粧の、
で、対してるその化身の。で、借りてる、身を借りてることを化身というのは実は。その借りることを携帯というのは法律用語になってるでしょ。実は自我も今法律用語になってるのは意味合いで、医療用語になってるでしょ。もともと仏教用語。携帯ももともと仏教用語。なんでそんな法律とか医療の方に使うんですか、紛らわしい。妄想も仏教用語のこと。禅宗とかね、妄想って言うと出てくるんで。枠も。紛らわしいでしょ。だから、自我の定義なんだよ。その医療と魔界って違うの。だから今回の診断では、体も女性でした。自我は、自我もですかとか、はい、自我も女性でしたよ。自我の定義ちゃうの。医療、医学と、魔術。まあ、魔法。あ、じゃあ使われへんですよ。そんな用語が。うかつに。そりゃね、うかつには使われへん。だからきっちりと定義してるでしょ。その、受精に漏れた精子が自我を構成する遺伝子だろうと。ね。で、まあ、具体的には、まあ、ほとんどが RNA に分解されるけど、たまに分解されてない無傷の精子があるかもしれない。で、でも、その精子の中に、その、2つ、その Y が入ってるわけか、染色体を持ってるわけか、精子がね。曲がりなりに、日本やから Y って言うのね。で、Y って言うと、もちろん Y に分かれてるんですか？でも分かれてるよ。二股になってんの。日本じゃないけどな、厳密には。だけど、YI みたいな形で飛んでくるやつもんね、精子の中で。YI、YI っていうの。それも X じゃないし、YI のなってる時点でもう、女子じゃないんだよ。女子にならない。その方が、よりその、有利っていうか、生まれた子供有利し、生まれやすいとか、そういう理由もあって。まあ、生まれにくくする場合も、なんかいろんな操作があるね。どうやらどのように考えてるか、子供が、あんまりこの子の間で生まれていいのって、ちょっと見えてくれた時にいいのかもしれないって。まあ、そんないろんなような調整も相まって、その、怖い染色で中年の現段階で、一応最新の形。でも、YI みたいな形になってもおるよ。ね。で、何が有利かなんて、しょうがないからね、第一年生でも、生まれた子はしょうがないのか。はっきり言ってね。で、じゃあその自我が思うかどうかでしょ。ところが、自我はまあ、女性の方が究極他人やけど、でも自我がやっぱり自分の体を取材する、せざるを得ない局面が困難な人生が必ず現れる。その時も体に合わせなしゃあないって自我が悟るでしょ。その時にやっと、主観っていうのが、体の主観っていうものが、自我にとっては客観的真実になり、そして自我もそれを主観として認識するみたいな、この順調をたどるわけで。これがうちの専門家、こういったことね。で、これでうちが嫌われて、バラバラにされて、ほんで、なんとかまた復元しようと、あの人バラバラにしたらあかんかと言われて、で、オルがなる、ロボットが開発されて、それを手塚治虫さんが漫画にも再現した書き合ってな。だそのエピソードに、では、完全じゃない。もうそんなエピソード完全に書かれたらあかんから、それはやめてって言って。じゃあ、ちょっと違う話します。ごめんなさい。でも、オルガのこと書かないとあかんような気がするし、大ちゃんあなたも思い出せないでしょ。だから、自分の、手塚先生がね、自分の創作の中にオルガなる、あなたの、あなたが原型っていうか、あなたのことを、まあ、オルガって言ったけど、そのオルガを、まあ、全く関係ない役として、その、完全に創作出しました。勘弁してください。簡単に飛ばせばいいし、言われる。私はいいですよ。霊界のうちがね。霊界の時のうちがね。で、結局、うちの、そういう、うち、私、どういったの、私って言うともう、この私ですけど、その、うちの本人、本質、この肉体は、どこから発生したか、うちから発生した。それは素粒子。それは第四宇宙。うん、そう。で、その前は第四宇宙の時は素粒子じゃなかった。第五宇宙になったら、第四宇宙は素粒子になってるだけ。え、そんな小さいで、空に見えたら星も光で届く。え、こんなちっちゃいか、本当に大きさ分かってんの星の光で。光ってちっちゃく見えんの星から見えたら。実際の本当の星の光って。あれだけでもブーって来てると思われんかどうか別として。なぜやろ、こういう考え方。でも、ちょっと宇宙物理学の方の世界に踏み込んでるよ。え、何その、知能ちゃう、知性ちゃう。だから、知識が来ない。思い出したら誰でも言えますよ。ただ、暗記じゃないし、技術、仕事上使ってた情報、まあ暗記じゃないでしょ。で、その、
言い間違えるし、言い換えてるし、ちゃんと理解してるから、今回の人生。結構、かなりそんなに勉強してるからね。じゃあ、今回の、じゃあ、どういうふうに説明したらいいかと、今回の脳は、ちゃんとその、うちの持ってる情報を処理できるようになってる。あ、うちがおらんときに、じゃないで、ね、うちがそういうふうに勉強したんやって言ってるやろ。だから、そういう機能なんだ。ちゃんと処理できる、そういった物差しが、ちゃんと完備されてるんよ、実は。だけど、状況によっては、別に完備してるからって、そこは合わへんやん。え、じゃあ、柄悪とか、アホっぽい時も、その物差しあんの？あるよ。見てるよ。時々、だから、柄悪いことしながらしたから、たりとか、アホっぽいことしながら。だから、分かって自覚あるの？ しかも、ナイスと思ってる自分で。じゃあ、あの柄悪いの誰って、うちに。だから、うちの遺伝情報の中に、荒くれの先祖おるやんか。で、おどけない。伸びるかっていうことで、そういうのもらってるよ。マイナーチェンジ繰り返してんのかな。で、結局じゃあ、杉田水脈さんのとかに行って、で、あ、この男子ならいいわ、と認めてへんか、第4宇宙で。で、第5宇宙で、宇宙に移植されるチンチンになったというのが、最初はショックやったですよ。それはね。で、杉田水脈さんのとこに行っているバージョンの時もショックやったし。で、杉田さんの方もご本人は別として、先祖が「うわ、これは美味しい役やって」、もうこっち来い、こっち俺とか で、杉家がなんかすごい権力者になった事件覚えてる？で、結局杉家がうちをね、オツに返さなあかんっていうそのテーマもあって、覚えてるでしょ、覚えてるでしょ。で、でもちょっとこう移植されてるから、もう遺伝子コードも自然に起きちゃうやん、もう起きんねん。だから何回も杉さんの一日がうちに移植されたの。戻るように。え、また戻るやん。もう、同じ人になっちゃうよ。そんなったそんなふうになっちゃった次元もあるん。だけど、ちゃんとこうやって説明したら、実はね、遺伝子ちゃんとすっごい知性あるから、案外、肉体として生きてる状態で。遺伝子の知性ってめっちゃ高いよ、実は。他の生き物も。ちゃんと理解できてる。ただ、その生き物として専念して生きてるから。何人間かってそうよ。人間としての、生き方、勤めに専念して生きてるとき、うちみたいな森羅万象の管理人でもあるみたいな人は、ごく少数でしょ、例えば。じゃあ、そのごく少数は、うちと知らず知らずのうちに協力し合ってるわけだから。だけど、ちゃんとその就職して職業について、転職とか、あとは計算ちゃんとできてるの、会社の儲けちゃんと維持して、運営していって、っていうあたりないのに、車を運転して、最近運んだりとかね、高速道路打たない、まあ、なんでしょ？そうね、定年してるときに、遺伝子の知性、あなた方もそうなの。あなた方の遺伝子はフル知性出てる？出てへんよ。ご自身の遺伝子のごく一部、一生懸命特化したことで一生懸命使ってるだけ。他の生き物もそう。でも理解できるから、こんだけ話したら、ちゃんと分かれるように。こういうきっちりとした話する前に、切除したら、うちはひょっとしたら、チンチンの方に行っちゃうかもしれない。その悲劇が、飛ぶちんちん亀やって。アスカとも覚えてると思うけど。飛ぶちんちん亀。アスカが入院してた病院にちんちん飛んでたでしょ？あれ。あれになっちゃう。うちが杉田さんのちんちんに行っちゃってた場合。うちっちゅうそれでしたかな。要するに第4宇宙かな。で、証拠だし、なんでアスカのところに現れるのかと。もうそこからやり直そうと思っちゃうんちゃう？第4宇宙の時、加藤アスカやったから。でも、その入院してるのは妹扱いから。でも、大宇宙で宇宙加藤飛鳥、明るい日の神の方な。やった時の、そのトレースをやってる時は言ってたけど、もう繰り返してんねん。どこで丸得次元。ええー、じゃあ加藤飛鳥、加藤さやかって言った、まあ、お辻さやかの方の加藤飛鳥の次元と、この天の次元。違うねん、実は。違う次元が同時存在するねん。それがアスガルド、丸得レモン。で、その歪みは結構出てるよ。もちろんな、そんなことしちゃったから。じゃあ、大宇宙の加藤飛鳥を大宇宙に連れてきちゃったの？それはうちやん。じゃあ、あれはないって、妹やん。で、妹が大宇宙のうちの人生に来てん。似たような人生。この次元もやっちゃったんちゃうか。で、ぶっ壊れてんのよ。なんでそんなことしたかったんか？って。うちみたいな人生しか、うちの人生来たいって言ってきた、フラチシガを、砂漠食べに妹ちゃんを作ったって側面もあるし、で、さっき最初に言ったように、なる人ない、なる人が、上の世界でたんまり生死、その
全体に流し込むでしょ。で、それの相手として妹を設定するしかなかった。なんだか説明してるな。うちのがお母さんやった時には、そのお母さんの彼氏がなる人やから。中の世界のうちはなる人の娘じゃないんだけど、なんでなる人とセックスしないといけないの。うちが母やった時には、なる人が彼氏やったの。娘の時もやったらやってんの。それは何族ですか親子どん族ですか。でそれで、そうでやれやって、もうその頼んでエビファンなんだろ。エビファンちゃうて。あれとエビファンちゃうやん。そんなことのために、こんな説明してるんじゃないし。でしょ。で、結局その、第四宇宙から第五宇宙じゃない、どこか第三宇宙のところからずっと言ってるのは、もう一瞬一刻一刻うちが何か変わるのやったじゃん。バフーンとか、誰かの入ったツバーとか。あ、今、野村克也に入った。え、でもこれ野球監督ちゃうやん。何だって。ただのなんか、ただのおっさんやん。その奥さん、ああ、あの、道夫さんちゃうね。だけ野村幸也さん。ああ、なん、あ、なん、佐藤さん。え、これも普通のおばあやん、そんなの。なんそんな時期やったんか。その単がどうのこうの。夫婦で話したと思う。器飛び立ってるわけ。あ、甘が行ったり出してた。何、どういうこと、どういうこと。総粒子の状態の時の電車とかな。で、そうそう、それで、以上っていつもやったってやろ。そんなんで済むわけないけど、そこで以上ってどういうことって。そっから先なんですよ。つまり、第四宇宙は第五宇宙に置いた。総粒子。ああ、それはうち以外のそうじゃん。全員。第四宇宙で肉体を着てた人たちは、第五宇宙では全員総粒子ですよ。もう、あの、原子、化学物質じゃない？どう言ったらいいの？原子元素じゃないね。原子分子とか、要するに原子でも元素でも分子でもないね。素粒子なんで。じゃあ、第三宇宙は？第三宇宙で物質やったりと、第四宇宙で素粒子やったけど、第五宇宙で物質や。わかった。で、第四宇宙で物質やったりと、第五宇宙で素粒子。じゃあ、第三宇宙では、第四宇宙で物質やったりと、素粒子や。で、第二宇宙と第四宇宙で物質だと、第二宇宙で物質だと。え、じゃああんた、朝鮮次元の方に、うん。朝鮮次元の方に、それ妹やん。おめんすこそ妹助けやろって知らん。そんな定義ちゃうしない。うちのが当たる人からだから、キスとブーストせず勝手に誰か分けただけやろ。その、そうこそが他人なんやって、そうや。だから、みんなのために、他人を使って総分けしてんの。遺伝子だったものの残骸を使って。そんでみんなの教育するために仕方なく遺伝子の残骸を使って総分けしてんの。要するに、ビルみたいな。ビル型マトリョーシカって言った方がいいかな。要するに、本当にマトリョーシカ人形みたいなロシアの、ああいうふうな層型、ああいう層、というふうにしか見えない切り口。の思考回路の状態もある。今の説明では高層ビルみたいな層分けという説明が一番ぴったりするでしょ。こうやっていろんな考え方、いろんな切り口によって説明の仕方どころか、本当に構造すら全然違う説明になってしまうというのも相対性理論の一種なんですね。で、結局、じゃあ、あのロールプレイングとかでは何たらドルアーガの塔とかでしょ。いろんな塔のものってそれ、あんたのまた何しかのこと、うん。多分それのことのパロディでしょ。それのパロディだと思う。だって実際もう次元が違うから、歴史が違うから、本当に、その、高層ビル、あるいはバビロンっていうのも、それのパロディやん。バベルの塔って、それのパロディやん。ただ、どの次元階層も同じ歴史にしようという一神教の考え方が、うちの、今説明したような塔の形にしか見えない思考回路の時に、それを登ろうとしたときに、それは排除されるやった。それがバベルの塔の話だし、で、タロットの塔の話でもあるし、で、ドルアガの塔、うちのその次元管理じゃないし、これはね。だから、階層、上に登った別のモンスターがある。で、下のモンスターの別の表現が上の階のモンスターになってるんですかっていう構造なのよ。実はまだプレイしてへんのも、非常に興味あるけどな。で、そんなんで、そう説明されたら、そのあたりで、じゃあ、怪の冒険のもないの、怪のって。ドルアーのシリーズでしょ？知らん、まだやってんやつ。めっちゃ変わったけど、何のため。でも、それは今回、うちが書く物語じゃないからね。それ参考に せざるを得ないなって判断したから、ちゃんと押さえとかないと分からんから。ね。
きっちり今回の事実を踏まえて新しいバージョンの階層をアスガルドに関してかければいい。マルドクに関してはもう相当階層どころか回収かなり修理せなあかんと出来事破綻、絶対このまま破綻するようなもの、何もかもみんながいやいや最初の現在って言った性質のものを覚えてても忘れても、でもこれはさすがに嫌やっていう展開になりやすい部分をぐっと踏みとどまらなあかんねんけど、本人たちかな、丸族に行っちゃった人たちかな、そのため の, あのシステムなり、デザイン、ワールドデザインで思考回路管理っていうのはゲームブックでしかできへんか、前に言ったら、ね、どれ選びますかやどのパラグラフでフローチャート。ね、フローチャート文学のゲームブックって。で、フローチャート何を管理するかって言ったら実はね、思考回路を管理してるのゲームブックって。どういう思考回路の人はどういうパラグラフを選ぶみたいなのを想定しながら、だからこんなタイプの人はこっち選べるなっていう。で、まあ、二つ以上パラグラフを作る、選択肢を作る。というような説明なんか分かるんですよ。でも、実は思考回路管理であるっていう本質を考えたら、パラグラフを好きなように選んでいくだけじゃなくて、実はどんどん誘導されてる、誘導できる。ある種の思考回路の人は、絶対ここにアイデアだなっていうような罠。もちろん、ゲームブックっていうパラグラフ文学とは作れるよ。うちのもう、CIA 系か、マイクロソフト系かで入手した人は、それ簡単に見抜いたでしょうね。うわって、俺のタイプ絶対こっち誘導されちゃうわ、みたいな。あ、これ恐ろしいと思ったもかもしれんけど、じゃあ、この化粧品の宣伝とかのあのフローチャートなんですか、誘導されるのか、あんな大して誘導されへん。ほんと知らんけど。あんなもしっかり計算されたもんなんちゃうの、なうち必ず似たようなことしか、絶対選ばれへん。選べへんもん。みんなそのはずやん、ゲームプレイしてたのちょっと違うタイプ演じてみようかなと思って演じても、やっぱり自分の本来のタイプに従った選択肢に誘導されてくる。じゃあ思考回路による結果管理ができるよ。実は転生輪廻転生システムっていうのもでかでやんじゃあおやすみ今日は。